これからアメリカで開発された教育用の安価なミニ PCR を紹介しましょう。これがミニ PCR です。袋に入れて持ち運ぶことができます。外部電源でも動かせます。このミニ PCR は Android スマホを使ってコントロールします。ここでは画面を大きくするためにタブレットを使用しました。専用のコネクタを使ってスマホと接続します。本体とは USB 接続をします。そして電源を接続します。スイッチはまだ入れません。スマホで PCR の反応条件や反応サイクル数を設定します。そしてセーブを押します。そうすると本体にこの反応条件が送られます。このようにすると本体だけでも PCR 反応をすることができます。しかしスマホを接続しておくと反応状態を知ることができます。反応チューブをセットします。そして蓋を閉めて固定します。電源をオンにして反応を開始します。1サイクル目が始まりました。今ヘッド部分を加熱しています。加熱することによって DNA の水素結合が切れています。それをこの部分で示しています。ファンが動き出し、冷却が始まりました。アニーリングです。プライマーを DNA に結合させていることを示しています。温度を72度に上げて、DNA の伸長反応をしていることを示しています。2サイクル目が始まりました。モニターを切り替えると、このように DNA がどこまで増えたかを知ることができます。次に、このミニ PCR の構造を調べてみましょう。実にシンプルです。スマホを接続していないときは、この LED で進行状況を知ることができます。